トライロインザスカイロは自営業トラと会社 m i イ i n ス h s k y の40代で2人が時にはだらっと時には真剣にたまにゲストを呼んだりもしてああだこうだ話す自然タイム放置いポッドキャスト番組ですエピソード74になりました,ましたいや暑いですね本当にしかも暑いですねって言ってるけどもうこれ だね、ちょっと涼しくなってきたこのねこれ9月の半ばぐらいあ、違う74だから1か月後ぐらいじゃん9月の11日11かこれが9月11日の配信ですけどまあまだねまだ暑、ね、いと思うから大丈夫そう8月の中旬で本当にこの配信の頃には落ち着いててほしいねもう本当にみんな体調崩してないといいな気をつけましょうみえさんも体調崩してないでね大丈夫はい この配信のね5日後には我らが中んのイベントもありますしね。ね。<ー>この配信の3日後にはあのうちの女性スタッフのバスでもありますそういうのはちょっとエンディングで告知しますが、はい、今日ね本当にあのネタに詰まってます。へえ<ー>そうこの番組は珍しく。なんかかね今日はもうオープニングから ガキ使みたいななテストなんですよ、はい、<laughs> そうそうそういわばあの,あのとりあえず来てもらってまずこれ書いてくださいっていうのをやりはなんか珍しいよねこういうの嫌だよ「見えんのすかい百ボケ終わるまで帰れまっ <laughs> <laughs> あでもこの間ねなんか不純この間なんか欲しい不純ラジオっていうあの新潟の顎メガネの店長のねやつで50の質問みたいなのやってたけどあれも面白いなとは思って聞いてた ミエインザスカイへの50の質問。やるんだったらあの許可取ります。なんか欲しいんにじゃあまあまあ、今日はちょっとですね、企画的な、本当に緩い企画をやりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この歌手の一番好きな歌は、何っていうでだいぶ緩い。 企画なんですけどなんかねこれ「タク k u s e i j の,のあもうすいません他の番組を聞きまくっていろいろ思いつくんですけど「タク k u s e i j の「アーティスト気取り」というねポッドキャストでうちでライブをやってくれてるトランポリンでライブやってくれてるタク k u s e i j さんの企画であのオリンピックの時期になんかオリンピックの公式テーマ曲何だったんだろうっていうのをちょっと歴史とともに探るみたいなのをやってたあ面白そうと思ってまあでもそれはやってたからまあ僕が今42歳虎が。 で、ミーンさんが48歳。で、ちょっと、ちょっとだけ年齢差はあるんですけど、まあ、ね、だいぶ、聴いてる音楽は被ってると思うので、なの、有名な歌詞をお互い10組ずつ書いて、そこから、今ね、付箋が目の前にあるんですけど、それで弾いて、出たミュージシャンの一番好きな歌をせーので言うっていう企画です。ゆるいでしょう。ゆるい今回 <laughs> の、 回もたまにあっってていいかなと思ってまだね怖い話のやつのね配信が始まってないからもう感想聞けてなくてあれも心配なの反応が怖いね怖いというよりてんてんてん聞いてないのあれタイトルあれで本当にいいかなすごいすごいダサいタイトルになっちゃった <laughs> 思いついたの僕ですけどいやその方がいいなと思って、ね、普通のタイトルじゃない方がいいかなそうだよねそう,うちは一応タイトルは僕が考えてみえ、はい、さんに 3個くらい投げてえ最終的にみえさんに選んでもらうっていう感じしてるんですけどねだからあの責任はみえさんにあるっていうことで <laughs> 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 まあまあいいんですよゆるくやってますんでじゃあ僕から引いていくねはいあの取れ高で止めますね一応20個なんで付箋はあるんですけどあ,あそっかそっかそっかはいあのなんかもうこれくらいでいいかなと思ったらやめます、うん、じゃあ1枚目あ,あ,あ俺が書いたやつだ はい、歌手は中森明菜の一番好きな歌大丈夫だよおえっミンさんも書いた書いたやっぱりはいこけたはいじゃあ選択肢がだいぶ減りましたねはい。結構かぶってくるよ多分ここはかぶんないと思うなかぶんないと思うかぶんないと思うじゃあ今日せーのって言いますねせーのアイブ危ない危ない危ないでもかぶりそうだかぶりそう月うん。下知らない いつ頃の月果はアイブより後じゃないアイブはね92年くらいだよね月火だから94年ぐらいだと思うへえ夜の果て <laughs> <laughs> あ,あの 1>, <laughs> 1小節は大丈夫4小節もだとそ,、ね、そうそうそう結果か僕ねアイブ、まあ、小室哲哉さんの作品なんですけどなんか中村行きな何曲かあるよねムーンライトシャドウとか、ね、そうそうそうあとあれ あのドラマのやつすごい怖いドラマのやつもう冷たい月の歌えっとあれ小室じゃなかったかな小室じゃないかもしれないそっかあのエスムタイトルが出てこないしエスムラルダさんのショーでおなじみですえっと家に帰ろうみたいなそういうタイトルでした多分違います困った時のグーグル先生帰省帰省か あ、全然、全然、小森さんじゃなかった。いや、でも、ゲ違う。いや、かぶりそうだっよ、結構。あ、ほんと、IVE もだって、近い、近いじゃん。2年差だもん。そっか。あすごい古くもなく、すごい新しくもない曲の中で選びたいなと。えあ結ゲッか。95年。5年か。あ、94年だ。あ、じ近い。僕ね、多分、この時期に出してた、あの、原始女は太陽だったも好き。はいはいはい。

みいいてまますすよはルルーを追加しですう僕も書いてきたんでもしまたアキナが出たら今度ナンバー2を言いましょうそういうパターンもあるした。アキナなら言えるでしょ今言った曲は確か2番目はないから大丈夫ですじゃあミイさん次を選んでくださいっていう時はね僕弾くんだよねそうねそうだから先に言っといたの弾くんじゃないか的なね えー、変化の人が書いとけなかった確かにえみー,ミーあ違うユーミンです <laughs> あごめんなさい僕が手抜きでカタカナで書いてあった <laughs> ユーミンユミンですはいユーミンか自分で書いたけどなんだろうあーどっちかなどっちかないいよ考慮時間ありでゆるいから あの私一応ユーミンナイトのカメラマンもねさせてもらった縁でレスリーキーさんの仕事ができたのであ<ー>はいでこの間ユーミンナイトの打ち上げにねちょっと行かせてもらったんだけど、うん、ちょっとみんなレベルが違くて全然話に入っていけなくて,深さ,のって深さの違いがちょっとねあのシャングリラのあの衣装は何なそう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  <laughs> 僕全然あの全く参加してないけど多分そういうこと言うんだろうなと思って「<う>あのショーのあれがちょっと音が悪かったよね」とか言うんでしょ そう、僕は、あの、ユーミンは一回だけライブ見に行って、あの、昔仲良くしてた、あの、エクスジェンダーミュージシャン、メンディーっていう人がいるんですよ。関口じゃないね。<laughs> に、なんか連れてってもらって、ロードショーっていうライブだったかな。あ、決まりました。はい。はい。じゃあ、被せていきたいけど、被らないな、多分。はい。じゃあ、せーのでいきますね。はい。せーの、リフレインが叫んでる。かぶんないでしょう、ユーミン。 もそうだけど曲多いもんうんかぶないよ「どうしてどうして」して僕たちは「あのね春よ来いか」か今今行った後に思ったけど荒い美でいいんだったら間違いなくあれなんですよ優しさに包まれたなら荒い美でもいいよ別にでもうもう行っちゃったから大丈夫大丈夫 2>, <laughs> 2度目があるからあそっかそっか <laughs> <laughs> また行っちゃったよ <laughs> え,ー、えなんて言っ,たさんずっとそて歌 シングルじゃないよね。えっと、シングルカット、これされてるかなえっ、ー、と、映画の遠い海から来た空の主題歌。多分曲聴いたらわかるかもしれない。90年、88年、そのぐらいじゃない。原田智代さんが歌ってるね。あ、カバーしてるかも。うん。あ、でも、結構80年代の歌か。そう。ええいや、でもユーミンはね、偉大ですよ。ユーミンのライブ行ったことはない。 おぉ、意外と。味ないよー。うん、のないね、まあ。ライブそうね。今年、TM ネットワークにね。<laughs> うん。久しぶりに行った。うん。じゃあ次行きます。かぶれすぐかぶれすぐすぐかぶれ <laughs> すぐかぶれすぐかぶったの。そ <laughs> いい。あのね、こんな続くなえっ、ー、と、松田聖子です <laughs>。てか、俺が書いたのばっかりだな。松田聖子ね。あの、 うちにもお歌を送ってくれるヨッシープチクリさんも松田聖子好きみたいでね。おめでとうございます。全部書いてるセカンドチャンスがあります。ほら <laughs> やっぱり、ね、やっぱこのルール追加して正解。ねね、思いついてるじゃはい、はい、第一話思いついてます、はい、じゃあいきましょう。はい、せーのの小谷の草原 ここまで一回もかぶんないね。エミンさんんなて言った蛍の草原蛍の草原、それも渋い歌だよね、多分僕は瞳はダイヤモンド。あの前に言ったあのパール・ホワイト・イブ、あの難しい歌、あれもいいなと思うんだけど、大江千里さんが作曲した。こっちの方が、の今の時期には夏の時期にはいい。大江千里さんも提供してるんだ。も提供してる とみやダイヤモンドはそれこそユーミンだよねとみやダイヤモンドは多分ユーミンだと思うユーミンかうんなるほどなんかでもあれですねそのザ・アイドル曲じゃないねお互いザ・<れ>ザ・アイドル曲は多分 CD とかで聴いちゃってるからねいっぱい聴きすぎたんだはいはいはいあのクレタカルォ。そうそう,そうあ<の>ペンネームペンネーム,ペンネーム別名義の、うん すごい名前だなクレタカルホ聖子ちゃんもうもう一個あるならあんまりトリプルチャンスあんまり言わないう、かの,の曲をバーって言っちゃうとねはいじゃあミーさんお願いしますってことはまだまだあるよねうんそろそろ自分の弾こうそうね自分 <laughs> 自<分>そろそろ弾いてほしい自分の弾きたいあこれかなじゃあ、うん、さあではオープンしますドンえっと自分のなんですけど、うん これです。あ、仲間やけだきた。はい。ちょっと考えます。あ、あった。皆さん思いついてる。うん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 。はい。じゃあまずえっとはいはいはい。はいラジオです。じゃあ行きましょう。はい。せーの。単語のあるか。あああいいとこですね。単語のある。 僕は二人静か。あ、うん天、天川伝説。天川伝説。さすがに読めなかった。関口、CCB の、と CCB の関口正人さんが作った曲です。あ、へえ、そうなんだ。はい。あの、本人も、あの、逆カバーしてます。へえ。さあ、すごいいい情報。そうな僕、この二人静かは多分、小学校の時ですごい暗くて、すごい好きと思ったから、もともと陰キャだったんだろうね。 曲の歌詞、曲の歌詞の中に、殺すっていう字使っていいんだみたいな、ね。ああ、確かに。作詞松本隆さんだもん。うん、使うよ。うん、使うね。髪の毛1本とか 1g とか使うもんね、あの人ね。そうね。あ、みえさん、単語ノワル似合うもんね。単語ノワルの曲も好きだし、うん、歌詞が、うんうん、その当時のアイドル歌謡ってチャラいのが多いんですよ。はいはい。 誰っていうと、あの、誹謗中傷的になっちゃうんで。<laughs> そう、難しいよね、のこの時代。あのね、ノリが軽い時代だったんですよ。はいはい、でも、あきなだけ、全部歌詞もすごい作りこんだって。ん今歌詞読んでも、古くない,、えーいや。古いけど、別になんか、違和感がない。がああ、でも、今聴いてもね。今聞いても、ねうん。最近ね、復活されて、うん、あの。昔の歌、ちょっとジャズアレンジとかで出してるけど。あれも、やっぱ、いいですね。そろそろ、復活か。うん。 さあ、そろそろみーさんのちゃんとしたの引きたい <laughs> ちょかぶるよたぶんこのこのパターンでいくとかぶってくるよそうですね <laughs> 新しい人も入れたんだけどなはいトラが引きましたはいあっおっみーさんですドリームズカムトゥルーで <laughs> これ絶対外せないでしょ確かにう北海道で行ったよドリカムの元ドリカムの方のお店ああ<ー>、うん、あの脱退した方脱退した方 迷う。そう、ドリカも思いついたんだよな。あ、でも、あれにしよう。はい。じゃあ、せのでいきますね。はい。せーの。ハッピーハッピーバースデー。メディシン。なんで一緒に言わなかったのなんで待ったのだって一緒に言ったら聞いてないと三3回ぐらいね言わないとあれかなと思って。いや、もう絶対かぶないの分かってたんで。え、なんて言ったメディシン。メディシンは知らないかも。 シングルカットされてないんだよね、<あ>アルバム曲なんかの、えっと、シングルの B, B 面じゃないラブゴーズオンに入ってる、ね、あラブ、えー、あ、このアルバムすごいな。未来予想図2と嬉しい、楽しい、大好きとか入ってるラブゴーズオンの収録曲ですね。カップリングだったのかなカップリングな気がするな。絶対ドリカム、ワンダーランド行ってる人とかは、あでもこの歌は多分歌わないんだよね、きっと。ほぼ歌われてないと思います。なんかね うん、いいね,いいね僕のハッピーハッピーバースデー」はもうここの店のさしゅバースデーの時に必ず流すからもう染みついちゃって、うんうん、でもやっぱ毎回流すけど飽きないしそうだね、うん、いい歌あと「朝はまた来る」とかは好きだったな「朝がまた来るか」あ「もう鳥かぶはかぶんないの二度目がないのを意識してもタイトルを言い始めたそうだってもうないのよ うん、好きだけじゃダメなんだとかも好きでしたよあ<ー>ドリカムはねそういう恋愛ねしてたなドリカムが提供してる「えー、とね頑張るよ」とかいい、ね、<ー>キンキ,ズキンキズね、はい、はい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 あんまり提供曲ないもんねそんなにしてないよ、うんうん、お結構取れ高ありますじゃあ,あと12個でもう1個じゃ皆さんい<や>弾いてください,い できれば、もうかぶしたくないな。はい、えー、ミスチル。ああ、ミスチル。<laughs> もう絶対。はい。はい、ミスチルはもう決まってます。これは絶対かぶんないと思う。<laughs> はい、いいよ。せーの。ラウンド。始めました。ア,アウト。危ない。<laughs> なんか。<laughs> ラ、ラウンドで、ね。ラウンドアバウト。はい,は,いはい、はい、走ってる。僕はラブ始めましたっていう。 「ラ」で始まるタイトル結構ミステリー多いかなあるねラブコネクションとかあるねラウンド?「ラウンド・アバウト」「アトミック・ハートの」のああそうだよねアトミック・ハート売れたよねあのアルバムマッサなジャケットです、うん、孤独の肖像ミステリーやっぱちょっと暗い歌多いよね暗い歌多くてで他のアーティストが歌うと多分ダサくなっちゃうんだけどダサくないんだよ なんでだろう、ね、普通に歌ったらちょっとあれって歌になりそうなんだけどなんないんだよやっぱ声のせいもあるんだろうないやーいいですね僕名もなき歌か迷ったあ<ー>、うん、ドラマも見てたしピュア「ラブ始めましたも暗いですよ」「<laughs> 殺人現場にやじ馬たちが暇つぶしで群がる」 中,学中高生たちが携帯片手にカメラに向かってピースサインを送る「犯人はともかくまずはお前らが死刑になりゃいいんだ」とか歌っちゃうんです <laughs> 高ためもいい歌です。ミスんですよ。<laughs> でもなんかずっとミステルって鮮度を保ってるのがすごいその甘酸っぱさというか。なんだろうね。一回休止してたけど復活してからも変わらないもんね基本的に。 なんかおじさんが若者とカラオケ行ったらとりあえずミステル歌っとけばいいってなんか誰かかが言ってましたよ <laughs> なんか年重ねてっても若い人に迎合してる作りじゃなくだからといって別になんかひねくれてるわけでもないなんか独自の感じはあるかもね,、うんうんうん、ねいやーなるほどな面白かったなあとちょっと別で2つやっていいですかどうぞ。 一番好きなクラシック曲これもし2人で言ってかぶったら視聴者にジュース1本ぐらいオッケーオッケーって言っちゃったオーケー結構抽選で1名様ね抽選で今全員1名ね今人数数えちゃった全員ある抽選で1名様ねえじゃあ、えー、と作曲者の名前と曲名、はい、これかぶったらすごいよねじゃあまず作曲者を言えばいいんじゃないそこでかぶったらかぶ、ね、るのかな クラシッククラシックはい。あ、いいですよ。はい。じゃあ、まずは作曲者。作曲者から。はい。せーの、ショパン。おっ、かぶった。ほら、ジュースチャンス出たよ。ジュースチャンス出た。え皆さん、ジュースチャンス来ましたよ。来たよ。来たよ。すごい、なんか、綺麗な展開になってる。じゃあ。タイトルも被るかもしれないな、これ。ちょっと気合い出て。曲も変えようがないけど。曲目いきましょう。はい。せーの、幻想の曲。あー、さすがかぶんないか。そこはかぶんないよね。 おーショパンなんだ。僕は別れの曲がめっちゃ綺麗な歌で好きです。幻想即興曲は、うん、ピアノでめちゃくちゃ難しい,いう。うん、うん、なんかじゅ16分音符でこう赤いシリーズのドラマとかでなんか弾いてたうん、うん、誰かが。はい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 それの曲。いやーショパンやっぱすごいんだな。<laughs> <laughs> よくショパンかぶった,かぶったねよくかぶせたわ、うん、すごい皆さんこれ打ち合わせないんですよ打ち合わせよかったちゃんとなんか最後かぶりがあってよかったです2位があれかなドヴォルザークの「新世界」かな「新世界」より2位なんだろう僕,、ね、僕の中でクラシックはなんか小学校の音楽で止まってるの大体いいうーんだから多分「えー、と剣の舞」かなハトリははははい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 、はい、いやいいですね、うん なんか今回これをね聞いてもしいや中村アッなんでそこを選ぶとは仲間だみたいなお便りが来たら嬉しいなっていうのもありつつねなんかもう一個やるいやもうもういいからってい <laughs> あの今日選ばれなかったアーティストたちをちょっと開いてみよう一応僕あの YOASOBI とか乃木坂とか入れてみたんだけどみ <laughs> えさん乃木坂知ってるかなとか思いながらなあハロプロは僕も考えてたなるほどもうハロプロ全部にしちゃった あでもハロプロねほらこのあと宣伝もするし<う>私たち関係者でもないけどいやハロプロは入れといて絶対いいなと思ったからああじゃあハロプロやりますかハロプロやるかはいじゃあハロプロオールスターズでハロプロの全楽曲の中から一番好きだったねはい、はい、えーとどうしようどれどっちにしよう <laughs> 二択なんだあでもまあたまにかん聞かれたら何言うかなって考えるのでかぶせて もう一回もう一回このかぶる快感をいきましょういいよはいじゃあまず歌手名から歌手名からはいせーのタンポポボンバーさすがにタンポポなんだ曲名別にお互いって言っちゃうんですか僕は T&C ボンバーの「ヘイマナツの新キロ」ですあうわ知ってる俺一応ラストシングルでニュ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 ニニュニニュ 僕ラストキッスです。あーラストキッスいいね。もうこれ絶対、絶対、あの、絶対話題にしたかった。ラストキッス、もう最高。ラストキッス最高。最高。あんなに好きだったあなたがいない。もうヤグちゃんのハモリとか最高。あれなんかあの、当時のモーニング娘。の中で低音が入る人。モームスの中では低音が目立たないから、低音メンバーを目立たせるために作ったんだよね、あのグループを。 っていう話をしてたけどねその後ほらなんかちょっと路線変更しちゃったから「石川梨花とか護ちゃんが入った後のたんぽぽの恋をしちゃいました」っていう歌でうちの兄貴が当時着歌にしてめちゃめちゃグレてるのにあの「メールが届きました」ってなんか家の中で流れてすごい気まずかったっていうのを多分前も話したと思う恋をしちゃいましたみたいな。 やっっちゃったよく言わすよ、ね、つんくさん♂も、ねまあ、つんくさんでも生徒に手出してない <laughs> 生徒っていうか <laughs> 生徒に手出してないのかもそうそんな感じでちょっと緩い企画でしたがんかこういうのやってみればっていう案があればさも, <laughs> もう頼りに頼ってるところがあるんでまあでもなんかやってって言われたらさ免罪符がつくじゃん あ勝手になんか自分たちで企画するよりは。なんでちょっとたまになんかそういうのも思いついたら送ってください。というわけでエンディングに行きますがエンディングの前にこちらの CM をお聞きください。どうぞいよいよ今週土曜日18時から22時半はキャシーとハジコのバスデーパーティーがありまーす。イェーイハジコさん一言。はい、40歳になります。お祝いに来てください。 キャシー一言。精一杯頑張ります。みんさん一言。はいおめでとうございます。ありがとうございます。40歳の誕生日はぜひお待ちしてますトランポリンです。本編に戻ります。トライエロインジャスカというわけでエンディングのお時間です。先ほどの広告はえっ、ー、とエピソード74で、えー、ラジオドラマでナレーション担当してくれたトランポリンスタッフキャシーとハジコ。 がえー、今年で40歳になるので40歳合同で誕生日したいっていうのでちょっと告知を入れてみました3日後の土曜日にやりますので私そのフライー撮影の場所にちょっと同席する機会がありまして、うんはい、アダムスファミリーかと思いましたた <laughs> 入ってたね <laughs> そしてハジコに至ってはあの実の母親が。 来てくれるらしいので、そソしちゃどう <laughs> どういう流れでくるか。<laughs> いやなんか娘の職場見てみたいって思ったんじゃないかな。端子母にいつもお世話になっておりますって言われても、いやあいやまあそうかいやいやいやみたいな,な私は絶対言われるんですよ。いやあなたに言われるんです <laughs>。あのテンションの。そこで、はい、って言わないでしょ。<う><普通> <laughs> ちょっとねお母さんにあの <laughs> まあじゃあ緊張するけどまあいつも通りやりますんで、はい9月14日18時からぜひあの。 おお客さんん来ててほししいんでお待ちしてますそして何の関係者でもないですけど、えー、我らが仲良し中さんが主催のツンパラというツンクプロデュースハルプロソングスオンリーイベントが9月16日月曜祝日にアイソトープラウンジ新宿2丁目でありますお、oh、<yeah! S 1> いやー、はいまあ、もちろん中さんも出ますしまあ共同主催の汪くんも出ますそして、えー、トランポリン 元スタッフで今新潟で活躍中のワッキーが DJ トランポリンのスタッフでもあるカレーモグもフロアボーイとしてお酒を売ってますそして僕はう超推してる座りたールというダンスグループもありますし仲良くしてるユータローが参加してるフォービーツもそうそうあのフォービーツ触れないとそして毎回座りたールだけ行っちゃうから <laughs> <laughs> クレーム来てるんのそう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 ,そう <laughs> バランスをね <laughs> バランスをねすごい本当 ちょっと吉田がも出るんだよね、あのトランポリン元スタッフ。ああ、そっか,か、トランポリン元スタッフって、肩書き言わない方がいいのかな、吉田が。か隠したらないか。あのごめんね、るまるというグループで、はいはい。パフォーマーとしてパフォーマーとして。トランポリンの8周年パーティーのポスターデザインしてくれたっていう肩書きの方が多分いいだろうな。はい、<laughs> 出てくれるので。 ぜひね、出てくれるので出るので何の関係者でもないけど <laughs> ぜひぜひ皆さん気軽に行ってくださいヘイ <laughs>、hey! 真夏の新喜楼とラストキスは流れるんでしょうか流れません流れるんじゃないだけどちょっと流れるかもしれない <laughs>、うん、<laughs> なんで流れませんって宣言するの <laughs> えっとでもメインフロアじゃないと思うサブフロアだと思うサブでどっちかかかりそうでも今年太陽とししこむ25周年なんですよはいはいあのこの 収録日がね、えー、と20人以上のポッドキャスターのみかをトランポリンでやるんで、やや今緊張してますし、この次の収録が、えー、この1個前の <laughs>、ややこしいんですけど、エピソードの何十三の収録がこの後で、久々のゲストもう、ね、あのそのゲストと <laughs> あ、ゲストって別にバレてるから、直木とミエさんがほぼ絡みがないってことをさっき知ったんで、どういう配信になってるかは、もう視聴者の方は、空の会の方は分かってると思うので。 たオフ会で緊張してるからこういうゆるいのを持ってきた。バレバレなんだ。いや、だって、おたよりもなかったから。まあね。そう、たまにはね。いや、ほら、いろいろ試してみようかなと思って、そろそろ。そうよ。ちゃんと、ちゃんといろいろ仕込んでたのに。あいこもあった。チャゲアンドアスカ。チャゲアスはあれ、あれが好き。恋で泣かした人と。なんだっけドラマの主題歌。あ、なんだっけ枠組美あ、なんだっけ妹用の主題歌。2人。 違うタイトルが出てこなくなっちゃった。ちょっとめぐりあいめぐりあいか、うん。あれがすごい好き。<ー>ね、そんな感じで、なんかこういう感じの企画もいいんじゃないですか、皆さん。他の、いやもう違う、他のポッドキャストもっと作り込んでるわえ作り込まなくていいんだよ。これ作り込んだらおもろくなくなっちゃうもん。まあまあ、こんなこともたまにはやっていきましょう。これあの、季節ごとに忘れた頃にそうです、ね、勝手にボリューム2とか言わずに、うん、また新しいネタとしてやれるから。そうだね でも覚えてる人が本当に記憶力いい人が指摘 <laughs> <して S 2> <laughs> 確かに <laughs> <laughs> えというわけでえ9月14日はトランポリン9月16日はトランポリン多分休みにするんでツンパラにみんなで行きましょうはいそうではい会いましょう,しょうそして「トライロイン・ザ・ス会では空の会リスナーの皆様からのお便りを募集していますお便りがなくなるとこういうことになります概要欄の URL からお便りを送ってみてくださいそれでは次回も聞いてくれます スカイありがとうございましたありがとうございました